ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪。この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です。私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメ、イベントなどを紹介、共有ができればと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。はい、始まりました。バイクの王は第107回ですね。お相手は忍者650とヘリテージ125に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。まあ、最近はね、ヘリテージをかなり、いいペースで、ね、乗り回してるかなと思うんですけども、まあ、あとまだね、ちょっと走らないと、初回オイル交換までいかないなぁといったところでしてね。で、3月の27日、まあ、前回の放送のエンディングでね、お話した通り、イベントを行うので、それまでにはね、一回オイル交換してから、行きたいなぁと思ってるとこなんですけどもね。まあ、それまでに走れるかな。3月の20日ぐらいが走るラストチャンスなところなんですけども、そこでね、まあ、500キロ超えていきたいな、走行距離ね。実はまだ500キロ超えてないんですよ。300キロぐらいなんですよね。まあ、なかなかちょっとロングに行く機会もなくて、土日のどこかで2時間ぐらいしか今ね、ツーリングに行ける暇がないので、まあ、その間はほぼほぼヘリテージに乗って、まあ、10分ぐらい、まあ、帰ってきたからね、10分ぐらい忍者をちょっとたまに動かしてやろうということでね、動かしているところです。最近はね、めっきり忍者の機会が減っちゃったなーっていうところもあるんですけども、まあ忍者降りるわけじゃありませんよ。忍者はね、まだまだこれから乗っていくし、ロングツーリング出るときは忍者が一番ね、いいと思ってますんでね。まあでも今はね、とにかくヘリテージの鳴らしをね、終わらせるといったところを今目標にやってるんで、まあ忍者乗る機会がどうしても少なくなってしまうといったところではあるんですけどもね。で、まあ、乗ってみて、やっぱりウィリーがちょっとしちゃうことが多かったので、フロントのスプロケットだけ一丁上げてみて、ちょっと高速寄りにね、セッティング変えてみました。そうするとね、じゃじゃ馬感が薄れたんですけども、まあ本当に乗ってて、125として気持ちよく乗れるバイクにね、今変わっております。まあでもちょっとね、もう少し、パワーがある感じを持たせたいなと思うので、リアのスプロケットも今後いじろうかな、なんていう風にね、今いろいろとね、検討してるところではあるんです。で、他にもね、いろいろこれいじりたい、あれいじりたいっていうのがな、いろいろ出てきちゃってですね、これは本当に大人のプラモデルだな、っていう風には思ってるんですよね。で、そのいじるたびにですね、工具をまた買い足しちゃうわけですよ。まあでもね、昔から、持ってたね、車用の工具があるので、それに足らない分だけ、まあアストロプロダクツが近くにあるんで、まあ安い工具でね、楽しめたら、まあそれでいろいろとバイクのね、整備の勉強ができたらいいなーっていうことで、いろいろね、今調べながらやっているといったところです。今後どのあたりまで整備していこうかな。まあエンジンばらすとこまでね、そこまでは多分できないとは思うんですけども、まあ、ブレーキキャリパーオーバーホールだとか、まあ、サスの交換ぐらいまでかな。まあ、うちでできると言ったらそのぐらいかな。まあ、フォークのね、オイル交換ぐらいまでは、まあ、なんとかできるようにね、なってみたいなとは思っているんで、これでね、まあ、ヘリテージを使って練習していこうかなとは思います。そういや、でもヘリテージのダストシールとか何が使えるのかな。これはね、今後ちょっと調べていこうとは思います。はい、それではね、コーナーの方に行ってみましょう。ツーリングアイテムのコーナー。このコーナーではツーリングに役立つ面白い楽しいそんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、普通オタとして宗川さんからメールをいただいております。いつもありがとうございます。早速ですけども読んでいきますね。タククロさん、いつも配信を楽しみにしています。オタライダー宗川です。本日は長距離移動中における過ごし方について書こうと思います。私はソロツーリング中においての友としてインカムで繋いだスマホで音楽なども聞いていますが、最近気に入っているアプリがあります。それが Amazon 系列のオーディブルといったアプリです。これは簡単に言うと朗読系中心のアプリです。経済本や小説、ライトノベルと種類も豊富で、一つの作品が平均8時間くらいと長く長距離移動に効くにはちょうどいいものでした。
私は基本は小説やライトノベルなどを聞いているのですが、俳優さんや声優さんがやっていたりするので、本を読むのと違った感情移入がしやすく新しいものと思っています。一つの作品が平均2000円から4000円以内と高いですが、月会員になると毎月一作を購入することができ、気に入らなかったら半年間なら変更もすることができるので、お試しに聞いてみるのにもいいかもしれません。音楽など最近ではサブスクもありますが、電波がないところでは切れてしまいますが、これは家でアプリ内でダウンロードをしとけ、切れることがないので安心です。タククロさんは長距離移動中にする暇つぶしは何かありますか？バイクに限らず、電車や公共交通機関でも話でもいいのでトークをお願いします。長くなりましたが、今回は以上です。コロナウズで長距離宿泊が難しいご時世ですが、お体を気をつけて早く自由に走り回りたいですね。それでは今後の配信も楽しみにしています。ネガさんどうもありがとうございます。なるほど、オーディブルですか。確かにね、長距離ツーリングの時に音楽を聴いてるというのもまあありなんですけども、まあこういった本でね、知識を得ながらね、走るというのも確かにありだなぁと思います。私はね、日頃、電車の中とかでも結構本を読んだりはするんですけど、まあ自己啓発本だとか、まあ知識をね、増やすような本といったところは私結構好きで読んだりはしてるんですけども、前々からね、これ音でね、こう聞いた方が頭に残りやすいんじゃないかなとか、まあバイクの運転中もこういった知識をどんどん入れたりだとか、小説をね、朗読して聞いているというのも一つの楽しみになるんじゃないのかなと思ったりはしてました。まああとはね、皿洗いとか洗濯をしながら聞くという方もいらっしゃったりですね、ランニング中に聞くという方までいらっしゃいます。まあいろんなことをしながら本を、まあ本の知識をね、得ることができる。または本の小説を楽しむことができるといったところはね、なかなか素晴らしいアプリだなとは思っていたんですけども、まあ二の足を踏んでるのが、まあこのメールの本文にもあった通り、まあ少しね、値段が高いかなと思うところがあるんですね。まあ一冊あたり本当に2000円から4000円ぐらいしちゃうんですよ。まあもともと本があってさらにそれに対する二次創作物なんで、そこに対するお金がかかってくるのはまあわかるんでね、このぐらいするんだろうなっていうのは、まあわからなくはないんですが、まあこの宗川さんのメールの中で一ついいことが書いてあったのが、まあ月額でまあサブスクとして入ってしまえば一月一冊は無料になる。これはね、非常にまあ、サブスクに入るね、メリットかと思います。一回体験もね、してみたいなとは思うんですけどね。最初の一月は確かに体験できるはずなんですよ、これ。まあ最初の一ヶ月、それでね、試してみて、その後どうするか、まあ見られてみるのもいいかと思います。で、やっぱりこのオーディオブック、なんといってもね、我々ライダーにとってのメリット、あとはやっぱり走りながらこの本を聞くことができるって言ったことで、まあ本当に自分のね、私はですよ、私は自己検査というか、まあいろんなものの知識をどんどん取り入れるためにこれを使いたいと思うし、もしくはね、例えばキャンプツーリングで夜中にね、キャンプしてる時にね、一人でぼーっと焚き火見てるのもいいけど、その時にこういったものを聞きながら、何かね、小説を聞きながらね、心を安らげるのも楽しいんじゃないのかなとは思いますね。まあ、ツーリング中にどんな本を聞いてみたいかなと言われてみると、稲森和夫さんの生き方とかね、まあ自分の理解とは違った形で役者さんがね、お話ししてるかもしれないので、この本は私は一度聞いてみたいなと思います。まあ稲森和夫さんといえばね、本当に経営のカリスマですよ。京セラさん JAL のね、経営哲学、まあ人生哲学をね、ここの本に書いてますんで、これをね、どういった形でこう役者さんがね、話してくれるのか非常に楽しみだと思いますし、また自分の解釈も変わるかもしれないと思うと、ちょっとね、ワクワクします。他にもね、気になるものといえば、名作集だとかね、もしアトラーが上司だったら、とかいうのもね、面白そうです。ツーリング中にね、こういった形で本を、まあ、聞くといったね、楽しみ、皆さんいかがでしょうか。まあ、高速の運転中とかにもいいかもしれませんね。
はい、それではね、前半そろそろ長くなってきましたので、このあたりで終了しようと思います。後半はですね、メールにありました移動中にする暇つぶしは何がありますかといったところからお話ししていこうと思います。落ち着いて聞いてください。あなた EBR 症候群です。だってお前ハヤボルトじゃんって。もう私ビュエルっていうアメ車乗ってますけど、なんか無理やりいいこと言おうとして忙しいあなたに心のパーキング、元バラエティラジオグッドスピード。この番組は初心者には情報を、ベテランには懐かしさを、バイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組です。はい、それではね、後半です。後半はね、バイクの移動中にどんな暇つぶしをしているかなというところなんですけれども、私のやってることといえばやっぱり一つは音楽ですよね。今まではね、結構自分で持ってた MP3 の音楽を、携帯にね、ダウンロードして、それを聴いてるということが多かったんですが、やっぱりね、同じ音楽をずーっと聴き続けてしまうので、ちょっとね、飽きるんですよ。それに伴ってさらにね、眠くなったりもするというところもあるので、何かいいのはないのかなというところで、最近は Amazon Music をね、メインに聞いています。自分のね、好きな曲をプレイリストに作って入れてたりもするし、Amazon オリジナルのね、プレイリストがあったりしますので、これの方はね、春、夏、秋、冬、四季の音楽だとかね、洋楽のヒットチャートだとか、いろんなね、プレイリストも用意してくれてます。それをダウンロードしといて、聞きながら走るということも多いかな。もしくは、昔聴いてた曲で、今もう MP3 ないなーっていう曲を、あえてね、Amazon で探してみるとあったりするのでね、それをね、入れといて聴いたりもしています。私の最近のお気に入りの曲としては、ドノバン・フランケンレイターさんかな。落ち着いたね、流しているツーリングの時になんか合うなぁと思ってね、かけてたりします。さて、他には何があるのかなというところで考えていくと、やはりこれは外せないでしょう。ポッドキャストですよね。バイクの輪も皆さん、ツーリング中聞いていただけてますでしょうか。そういったところでね、空いた時間を使って聞いていただけたら非常に嬉しいとは思うんですけども、他のね、バイク番組をバイクに乗りながら聞くというのもありですし、他にはね、バラエティ番組いろんなところがあります。桜通信さんだとかね、サンダーヘタライディオさんとかね、そういったあたりのね、ポッドキャストを聞きながら、バイクでね、走っていると、面白いんでね、眠くならずに走れるような気はしますし、いつの間にか時間が経てたりすることもあるんでね、なかなかおすすめだと思いますよ。他にはね、やっぱりね、教養のチャンネルとかもあるし、やっぱり自分の趣味のチャンネルとかもあります。例えば私なんかだったらお酒も趣味ですから、お酒の番組を探したら最近始まった番組なんですけども、ワインの輪なんていうね、番組もあります。うちのね、バイクの輪の名前そっくりではあるんですけども、ワインのことについていろんな知識を得ることができるし、やっぱその生の声が聞けるっていうのはちょっと嬉しいですよね。今探してるのは、あと日本酒のチャンネルとかないかなとかね、ウイスキーのチャンネルないかななんていうふうに探していますので、あったらね、どなたか皆さん教えてくださいね。はい、他にはないかなというふうに考えた時には、 FM ラジオとかね、 AM ラジオ、こういったあたりもね、あるんじゃないのかなと思います。インカムによってはね、 FM ラジオが聞けたりするね、インカムがあったりもするわけですよ。もしくはスマホでね、ラジコっていうね、アプリを使うっていう手もありますからね。で、これのいいところはね、やっぱり旅先で行ったその先の FM ラジオや AM ラジオを聞けるといったところですよね。なかなか普段聞けないね、地方のラジオ番組を聞ける。これもね、なかなか楽しみの一つだと思うんですよ。例えば私なんかは、過去に関東でお仕事をしていた時に、よくね、FM ラジオでナックファイブ、よく聞いたものです。埼玉はね、FM ラジオですけども、関東の皆さんはよくご存知かと思うんですが、やっぱり関西にいるとね、聞けないんですよ。なんでね、関東行った時にね、バイク乗りながらゆっくり流して聞いてみたいな、久しぶりに聞いてみたいな、バカボン鬼塚さんってね、有名な方もいらっしゃいますけども、久しぶりにあの声を聞いてみたいな、なんていうね、こともあります。
まあまたね、関東の方が関西に来られたら AM ラジオでね、ヤングタウンとかね、聞いてもらえるといいかなとは思います。まあ関西に住んでる方だったらね、よくご存知の番組かと思いますし、私なんか中学生の頃とかにね、よく聞いて受験勉強とかしたような覚えがね、ありますね。まあ他にもね、まあラジコを使うとタイムフリーっていうのもね、使えるので、過去の放送もね、多少聞けたりもしますし、ラジオ日経でね、放送中のライダースっていう番組ね。まあバイク系の番組やってますんで、こちらもね、聞くこともできるので、まあこういったものもね、一つの楽しみとして使ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい。それではね、他にあることといえば、まあ、前にね、少しやってたことがあるんですけども、まあ最近は私の方やってないなぁと思うのが、まあバイクを運転しながら、ツイキャスでね、ライブ配信をする。といったところはね、少しやってました。まあ、暇つぶしではないんですけど、私がやってた場合はちょっと暇つぶしではなかったんですけども、まあでもね、双方向でやり取りするということでは、暇つぶしということに使ってもいいのかなと思うこともあります。まあまあ、電話をね、するというのも一つの、まあ、手なのかなとは思うんですけども、それ以外に、まあ、複数の方とのやり取りとして使う。ただ、まあ、画面を見てると危ないので、まあ、ツイキャスの場合は読み上げソフトがありますからね、それを、まあ、使って、まあ自分が発信してることに対してコメントしてくれたことを、まあまあそれを聞きながら、またそれでいろんな方と話を進めていくと。まあそれにね、目の前の景色とかもうまくカメラを合わせれば、まあまあ出せたりもしますし、もしくはね、私はよくやってたのが自分の方を向けてね、まあスマホをね、自分の方に向けて話しておりました。まあこれはね、私の場合はマウントの都合上だったんですよ。スマホのマウントがまあ前をまあ向きにくいなといったところがあったんで、まあ前カメラをねこうなんだろう縦に向けることが難しかったんで、まあ映す絵も他にないし自分を映しとけみたいな感じでね、映しといたわけなんですけどね。まあ周りの景色もあまり見えないし面白くないなっていう絵になるかもしれないんですけどもね。まあうまくね撮られてる方はちゃんと走行中の動画を映しながらね、走られてる方もいるんでそれはすごいなーなんていう風には思ってましたけどもね。はい。それではね、次思いついたこと、これは私はまだやってないんですけども、やってみたいのが動画撮影ですね。まあ最近はね、ヘルメットにまあカメラをつけたりだとか、まあハンドルにマウントしてる方もよく見かけます。あれを撮るときって結構神経使うと思うんですよ。それにね、やっぱり映したい場所、綺麗な景色だとか絶景だとかね、珍しい場所、珍しいものを映したいと思うので、まあそういったところに神経を尖らせて、あ、ここをもう一回走ってみてカメラに映したい、こういったところを自分と一緒に撮ってみたいとかね。そういったところでこう楽しみをね見つけていっているんじゃないのかなと思います。私もね一回動画撮ってみたいんですよ。まあ元ブログでね、よく皆さんが走行中の動画上げられているんですけども、まあ本当にねちょっとやってみたいなと思うところはあります。まあこう映して何かをこうやってね、あのラジオと同じように喋りながらね楽しくこうできたらなと、 YouTube にそういうものが上げれたらななんていうところはね、まあ今後やってみたいなとは思ってますね。ただね、やっぱりちょっとカメラがね、なかなか変えてないので、まあいいお値段するじゃないですか。自分の小遣いもなかなか少ないもんですから、そのあたりはね、何かね、臨時収入かなんかあったらやってみようかな、なんていうふうにね、思ってるところはありますし、それに対する企画はいろいろと頭では練ってます。はい。まあできればね、インスタGOみたいに360度カメラで撮ってみたいですけどね。あれ面白いですよね。本当に360度撮れるから、あとは編集でどうとでもなるんでしょ?まあ、撮り逃しがないっていうのが素晴らしい機能ですよ。まあ、編集の仕方によってはいろんな角度から、まあ、2画面とかで映したりもできるんだろうなぁ、なんていうふうに思ってるんですけどもね。まあ、ただ編集はすごく大変そうだとは思うんですけどね。私、動画の編集ってね、1度か2度はやったことあるんですけど、本当に大変でした。音声の4倍以上は時間かかるんじゃないのかなと思ったりもしてますんでね。よくあんだけ YouTuber の皆さんが編集ひょいひょい上げれるなとかね、思ったりしますからね。まあ私も少し練習してみようかなとは思います。まあここまで話してきた中で、いろんなね、バイクに乗っててできる、まあ暇つぶしというか、いろんなね、何かことがね、あったと思います。他にもあるかとは思うんですが、そういったことが見つかったらね、ぜひね、皆さんバイクの輪に投稿してください。よろしくお願いいたします。根川さんどうもありがとうございました。以上ツーリングアイテムのコーナーでした。みんなでお話しできる
行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんか？インタラクティブ型バイク系雑談番組アットミズキ、毎週木曜日21時からツイキャスにて放送中。番組の詳細はアットミズキと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。はい、それではね、エンディングです。エンディングはね、告知を2つほどさせていただきます。まずはですね、来る3月27日土曜日、旬の魚を日本海に食べに行こう、バイクのは原付ミシュツーリングということでね、ツーリング企画を行います。時間はね、朝の9時、集合場所はバイクワールド伊丹となります。目的地は舞鶴のトレトレセンター。ここで美味しいお魚を食べに行こうといったね、ツーリングになります。メインはね、今回原付2種のツーリングとなります。ただ原付2種以上の排気量の方も参加 OK と今回はさせていただきますが、ペースはね、原付2種に合わせてくださいね。そして参加は当然どなたでも OK です。で、今回しかも途中参加途中抜け OK です。ただ抜ける場合とかね、途中参加するという方は事前にね、連絡ください。途中のね、まあ休憩場所だとかどこによるっていうのは、時間帯を含めてタイムスケジュールをですね、ツイプラの方に載せています。ツイプラのアドレスはこの配信用ブログ、もしくはツイッターの方でね、ずっと流してますので、そちらのをご確認ください。そして雨の場合なんですけど、例えばですね、前日のヤフー天気予報で伊丹市、舞鶴市のいずれかが降水確率 30% 以上の場合、この場合は私タククロの判断で、中止するかどうか決めます。これは、前日に決めます。で、もし27日がダメだった場合、雨が降っていけなかった場合は3月28日に順延します。まあ、3月28日しか参加できないよという方もいらっしゃればね、ぜひ私の方に言っといてくださいね。あと注意事項等もこのツイプラに載せてますのでご確認ください。で、今のところ定員は20名とさせていただいております。まあ、ぼちぼちと埋まってきましたので、早めに参加表明入れておいてください。よろしくお願いいたします。はい、そして今回告知がもう一つあります。3月28日日曜日夜8時からツイキャスでバイク談義を行います。今回はですね、ゲストをお呼びしまして、アンバランスの黒川さん、ズッコケラジオでもおなじみアンバランスの黒川さんに来ていただいて、バイク談義をね、行っていこうと思っています。まあ今回なぜね、こんなことをやろうかなと思ったかというと、 SNS 公式のモーターサイクルショー2021というのがね、今ツイッター上で、タナックスさん主催で開かれているんですが、その中のね、まあ、出し物の一つとしてね、何か我々もお手伝いできることがないかなということで、私がちょっと考えて、黒川さんに提案したところ、心よくね、引き受けていただけました。まあなんでね、3月28日の夜8時からね、生放送でね、二人でライブみたいな形でね、お話していこうと思いますので、ぜひともね、皆さん聞いてください。よろしくお願いいたします。まあ今回はね、告知が続いてしまって大変申し訳ないんですけども、まあちょっとね、27日のツーリングも非常に楽しみですし、まあこうやってね、アンバランスの黒川さんとね、お話しするのも私本当に楽しみにしてるんですよ。まあ両方のイベントともにですね、リスナーさんとこうね、接する機会ができるので、まあ本当にいろんな人とね、接していろんなお話をしてみたいなと思ってますのでね、ぜひともどしどしね、ご参加いただけたらと思います。それでは両イベント皆さんお待ちしております。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーでは、おすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてください。またイベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、ツーリングトラブルのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、忍者の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしておりますと同時に、今回第107回ですね、バイクのはこれにて終了となります。ですね、バイクのあのお便りが本当にね、今残り少なくなってきました。ぜひね、各コーナー宛てに皆さんお便りよろしくお願いします。それではまた。